アメリカマサチューセッツ州ボストン、ハーバード大学美術館。日本から1万キロ離れたこの場所には、アメリカの名門、ハーバード大学が所蔵する。東洋文化に関する文化財が収蔵されている。その中で、ひときわ異彩を放っている展示物が存在する。ハーバード美術館像、源氏物語画像、通称ハーバード本と呼ばれる作品である。ハーバード本は折本形式の書状、つまりは冊子の形をしており、左側には、前後14巻にわたる、源氏物語の各場面を表現した色鮮やかな絵が、右側には、情景を表す言葉書きが、それぞれ色紙に書かれている。近年、存在が明らかとなったこのハーバード版源氏物語画像。日米の研究者たちが合同で調査をした結果、ある人物による作品であることが明らかとなりました。その人物とは、土佐光信。純日本的な、いわゆる大和への伝報である土佐派において大成した人物の一人であり、朝廷の御用絵師、江戸頃預かりにもなった人物です。光信の画風としては、悪く言えば一種の荒さ、よく言えば細部にこだわらない点が挙げられ、その筆勢の素早さが、軽快で動きのある作品を生み出しています。光信は江戸頃預かりという立場を利用して、精力的に活動しており、越前国の朝倉定影や日野富子、元関白近衛久通、興福寺別当一条院など、時の権力者たちもこぞって光信の絵を求めました。皆さんがよく目にする伝足利義政像も、土佐光信作とされています。まさに、室町末期を代表する絵師と言えるでしょう。そしてもう片方、源氏物語の各場面の言葉書きは、数名の農書家によって書かれており、皇族の一人、伏見の宮国高親王、家人である権大納言、冷泉為広、当時最高峰の関学であった文化人、三条西実隆など、そうそうたる面々が名を連ねています。室町末期に入り、源氏へは量産化が進んでおり、光信も天皇や将軍、有力武将から制作を依頼されていますが、ハーバード本は、そうした鑑賞目的の源氏絵ではなく、古典文芸の素養も備わった一品であることが明らかとなっています。しかし、なぜこの作品はアメリカにあるのでしょうか。そして、誰が、どのような目的で作成を依頼したものなのでしょうか。そこには、戦国時代をめぐる、あるドラマがあったのです。時は応仁の乱から16年後の明応2年、室町幕府第10代将軍、足利義稙は、管領、細川政元や日野富子ら、幕府の重鎮たちの起こしたクーデターにより、失脚します。明応の政変、近年では戦国時代の幕開けとされている事件の一つです。京を脱出した義稙前将軍は再起を図るため、越中国の神保長信、越前国の朝倉定影と、各地を放浪し、6年後の明応8年の大晦日、ある人物を頼って西へと亡命します。それが周防守護、大内義興です。大内家は、筑前、豊前に、周防、長門、石見の5カ国を支配する、当時日本最大の大名であり。また、義稙の父足利義見は、応仁の乱の時、義興の父、大内政広に擁立され、西軍の大将となった縁があり、義稙はその関係をたどって、義興を頼ったのでした。これに対し大内義興は義稙を保護、6カ国にも及ぶ大軍を動員して、京へと上洛。細川政元らに擁立された第11代将軍、足利義澄を追い落とし、見事義稙を将軍職に復帰させます。追放された将軍が再び将軍職に返り咲く、という日本史史上唯一の異様の立役者となった大内義興ですが、彼はその後も京にとどまり、10年にわたって義稙を武の面から支えます。え？それが源氏物語と関係があるのかって？まあまあ、話はここからです。実は大内家、幕府だけでなく、朝廷とも独自に関係を築いてきた大名であり、大内義興は上洛を機に朝廷、後柏原天皇との関係を一層深めていくことになります。その時に朝廷と大内義興の仲介をよく引き受けていたのが、今回の物語の主役の一人にして、源氏物語画像の制作者の一人、三条西実隆です。
元内大臣、実高は博学で名の通った公家であり、当時、和歌や古典に最も精通していた人物の一人です。そして、実高は500名余りの源氏物語の登場人物を、系図にして整理した、実高本源氏物語系図の作者であり、これ以後の源氏物語研究に、大きな影響を与えた人物でもありました。言ってしまえば、実高は源氏物語のエキスパートでもあったのです。上洛当初、朝廷の礼儀作法や京都の勝手がわからなかった大内義興とその家臣たちは、頻繁に実高邸に訪問し、いろいろと尋ねていたことが実高の日記に記されています。そして、その中にひときわ目立つ、大内家家臣がいました。その人物こそ、今回の物語のもう一人の主役、末三郎沖成です。沖成は、末奥守護代として有名な末春方、末沖房とは別系統の末一族であり、沖成の父、末広明は、山口の留守を一任されるほど、大内家でも信頼されていた一族でした。そしてこの末広明ら末三郎一族は、文芸に力を入れていた一族でもあり、例えば沖成の父、末広明が20年の歳月をかけ、独自に収集した吾妻鏡吉川本は、吾妻鏡の最前本として、貴重な研究対象とされています。そんな大内家でも指折りの文芸一家のもとに生まれた末沖成も、大内義興の側近として初めて上洛。ここで両者は、運命的な出会いを果たしたのです。実高の日記である実高後期、永正5年11月22日によると、実高は連賀し、葬儀の門下である源成の仲介で、末沖弘と初対面することとなり、源成も交え、頻繁に往来する仲となります。特に沖成は、元筑前守護代であった父広明のつてを利用して、海やこの綿といった、筑前の名産品を、よく実高に贈呈していました。当時入手が困難な遠方の珍味には、実高も喜んだことでしょう。このように、沖成と実高は、単なるメッセンジャー、大内義興と朝廷をつなぐ役割にとどまらず、ギブアンドテイクで個人的なやり取りをする関係になっていったのです。そうして大内軍が上洛して1年が経った、永正6年8月3日、沖成は、あるものを持って実高邸へ訪れます。それこそが、源氏物語画上の元となる、源氏絵色紙です。しかし、なぜ沖成は実高の元に、この色紙を持ってきたのでしょうか。実は、そこには作者である土佐光信の思惑があったのです。当時、視覚的美しさと、明快なモチーフを持ち合わせた源氏物語の絵、源氏絵は、広い層にわたって人気のテーマであり、前面や屏風の題材として、多くの絵師に用いられてきました。光信も自身の絵描き工房において、複数名による分担制作により源氏絵を量産しています。しかしこれだけでは、他の絵師たちとの差別化はできません。そこで光信は朝廷お抱えの絵どころ預かりというネームバリューに加え、古典に精通した公家たちによる言葉書きを合わせることで、単なる視覚的な文学作品としての源氏絵ではなく、朝廷がこれまで培ってきた文芸の素養も含んだ文化遺産。言ってしまえば、朝廷の文化遺産としての源氏絵、というブランド価値を生み出したのです。公家たちにとっても、この光信の作品に評価を与えることは、自分たちの権威を保つ有効な手段になりましたし、地方武士たちにとっても、光信の作品を通じて朝廷や公家とつながる、政治的な道具にもなります。つまり、光信の作品は、身分の異なる人々をつなぐ媒介として両者のニーズに応えるものでもあったのです。話が複雑になったので簡単にまとめると、源氏物語画上、ハーバード本は、自分たちの作品の価値を高め、土佐派の絵描き工房を発展させたい土佐光信。文化遺産に評価価値を与えることで、公家としての権威を高めたい三条西実高。文芸的、文化的価値のある貴重なものを収集したい末沖成。この三者三様の思惑が一致して、生まれたものだったのです。そうした光信の思惑を、沖成は知っていたかはわかりませんが、土佐光信筆の源氏絵色紙を入手した沖成は、実高に色紙への執筆を依頼します。色紙を受け取った実高は、源成と共に色紙を編成、分配し、古典に精通した公家の農書家たちへ、それぞれの色紙の選出を依頼しました。依頼した農書家は、実高日記にて確認できるだけでも、伏見戸のこと、
伏見の宮第五代当主、伏見の宮国高親王。三条実一の子で、連賀氏としても名高い、情報寺公女。歌人として名高い民部の共入道こと、上冷泉家六代当主、冷泉為広。そして当時並ぶ者がいないほどの赤学、三条西実隆本人と、そうそうたる面々によって、選筆作業が進められました。この人選には、ひとえにおきなりの希望も反映されており、例えば、源氏物語第五巻、若紫の選筆は、おきなりの書網により冷泉為広が担当しています。こうして、9月頃には格納書家たちのもとへ源氏へ色紙が送られ、選筆作業が進められました。翌月の10月26日、和田延鎮による足利義胤暗殺未遂事件により、京は騒然となりますが、11月19日、ついに源氏へ色紙への言葉書きが全て完成しました。実隆から完成品を受け取った翁は、その後源氏へ色紙を持ち帰り、扱いやすいように創紙へと仕立て上げたことで、今日の源氏物語画帖、ハーバード本が完成したのでした。翌永正7年5月16日、翁は完成した源氏物語画帖を携え、実隆邸を訪問。二人でそれを見て楽しんだことが、日記に書かれています。きっと実隆と翁は、筑前の海産物を魚に、祝杯をあげたことでしょう。こうして完成した源氏物語画帖ハーバード本は、末翁成の手により周王国へと持ち帰られ、大内家が数多く保有する、貴重な文化遺産の一つとして保管されます。しかし時は戦国乱世。天文20年の大明寺の変を機に、大内家は滅亡します。この源氏物語画帖の消息は不明ですが、大内家滅亡後、他の文化遺産とともに毛利家へと受け継がれたと考えられます。そして明治維新の混乱を経て、昭和の古書鑑定家、反町茂雄の手に渡り、ニューヨーク、モーガン図書館の初代副館長にして、書籍の募集家であったフィリップ、ホーファー氏の収蔵品の一つとなる。そして1984年にホーファー氏が亡くなった後、ホーファー、コレクションの一つとしてハーバード大学に寄贈され、現在もその美しさを保ったまま、ハーバード大学美術館に保管されています。ハーバード美術館像、源氏物語画帖。今は遠い異国の地にあるこの作品にも、確かに、戦国初期の人々のメモリーがあったのです。また君